24回の3万3700ポイント、はい、広告祭りの時ですね。あこれ多分あのもしかしたらランキングと出てくるかもしれないんで。なるほど、はい、で、ちなみに一番最近の話していいですか。僕今日ちょっとツイッターにも嬉しくて書いちゃったんですけど、スーピコ今までマックス8800から8600ぐらいだったんですよ、視聴マックス視聴。あ、はいはいはい、なんですけど前回の GTA5 の放送がですね、9000人超えました。初めてスーピコ史上で 今も飲み続けてるんで今9200ちょっとぐらいですね。1万見えてきたんですよこの番組。それってすごいんだよ。すごくないですか。そういうことなの、うん、だってさっきの平均だって見てくださいよ。さっきの平均でかくなったな、はい、3100人とか平均ですよ。それがここ最近1万人いくかもっていうレベルまで来たんですよ。へえ、はい、すごいですよね。ノーギャラでこれはすごい、はい、タイトル効果、遠い存在になってしまう最初数百人。なるほどね、はい、うん、もうそこから始まってなんでこれすごいっすよね。なんであの来年はちょっと目指す、ちょっと目標もね、はい、それは平井さん来てから最後決めていこう、はい、はい、っていう感じで。ごめんなさい、あのなかなかランキングに入らねえじゃねえかってことあると思うんですけど、ここはでも言っときたい大事なこうね、はい、前段というか皆さんも多分知らなかったし、うん、知って驚く話だと思ったんでちょっとお話をさせていただきたいなと。へえ。いうことがありましての、じゃあ行きますか。行きますか。1回目ベスト、まずは5からですね。5で被ってるのがあるんで、これちょっとどういう風に選んだかもう一回言って。ですね、これ完全にこの、うん、田園3田園トリオの3人のスタッフ目線で面白かった回です。話し合ったの。話してないです、お互い。最初清木さんが投票式で、はい、はい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 、さすがに55回を3人で投票してもばらけるから、はあ、結局だから 5個ずつ5個ずつ選んで、でその合計というか、はい、いう形を出してるわけ、くれてるわけね。おお、なるほどなるほど。っていうことで5人から、あ、5人、あの3人から5個ずつ出してもらいました。で、かぶってるやつをちょっとずつ、プップップチン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 はいはいはい、じゃあまずは太田さんの5位から行かせていただきますね。やばいな、楽しみ。一応あの僕のランキングの発表の仕方は来場者数、コメント数、広告ポイント、いつやったか、はあ、で何をやったかっていう形でちょっと発表していきたいなと思いますので、うん、皆さんそんな感じで聞いていただければと思います。それでは太田さんの第5位から行かせていただきます、はい、お願いします。来場者数7837人、多い回ですよ。コメント数、別にもあのそこで入ります。9212コメント、はあはあ、はい、広告が2800ポイントついたのは、はあ、10月26日配信のドルルルルGTA5 ハロウィンパーティー&お化け屋敷、平井さんラライダーで生着替えの回です。イエイ。いつ覚えてます？だから清木さんがハロウィンパーティーやろうぜって言った日ですよ。覚えてない。ほんとね、すごいんすよね。だから一言言っていいですか、平井さんも清木さんもなんですけど、やろうって言ったこと全く忘れてるんですよ。見してよ、見してよ。いけます？あるあるの V。 いや見ないよ、この V は。あ、V は見ないですか。後で発表します。 OKOKOK これは V 見なくてもいいですかね。ちょっと後で最近なんで。写真はでもありますよね、多分平井さんが生着替えした写真もあるんじゃないですかね。生着替え、ハロウィンパーティー、あ、ぐるぐる回ったやつ。はい、そう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 、ストリップ上、ストリップ、これ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 、はい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 、あ、これね、はい、思い出した思い出した。だってキューピさんカメラ位置まで指示出したじゃないですか。あ、そうか、一番最後に平井さんにあの本人登場でやってもうた回ね、はい、でこれ冒頭何やったかっていうと、はあ、冒頭空手道やったんですよ、ね、はい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 、なんかダウンロードしたわ。そうで空手道やってワイ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 言った後に結構行ったよね、はい、はいはいはい、でストリップ、はいはい、あの GTA やってストリップ小屋入って、はあ、であれここでお化け屋敷できるじゃんみたいな話で、はあ、みんなが隠れてもらって、はいはいはい、平井さん驚かすっていう、はいはい、はい、あ、やったやったやった、そう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 、たでそしたらあのストリップのあの、あそこですね、あの歩くランウェイみたいなところで、やったね、これ一人ずつ出てきたら面白いんじゃねっていう話になって、はははあれですよ、ファッションショーが始まったわけです、ハロウィーン。はい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 、はい、で皆さんがこうやって歩いて出てきて、はい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 、ポーズ決めるっていう、ポーズ決めてもらって、はい、でウェーイバイクで出てきた、バイクで出てきた、そうなんです、そうなんです、試されるライダーだった。
っていう、これが太田さんの5位で、じゃあまあ太田さんからのコメントですね、なんで5位なのかと、はいはいはい、で、この日太田さん実は来れてない日なんです。へで当日とあるテレビ番組の作業で2週間ほど缶詰状態で現場に来れず、作業しながら自分の PC でずっと配信を見ていました、はい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 、で確か前週配信が藤田君不在会、うん、原田さんしかいない状態で、それこそステファニーとサイバーコネクト2の松山さんゲスト、さらに当日になって2時間前ですよね、AV 女優のノアさんが来ますって平井さんが急に言って、原田さん一人じゃまずいって思って、これこの時太田さん来れないって言ったんですけど、あ、なんか言ってたね、そうなんですけど、僕めっちゃくどいたんです太田さんを、来ないのか来ないのかっつって、しかもあの太田さんがノアさんで釣れるんだったらよかったんですよ、 AV 女優来るっつって、うん、俺行くってなる人だったらよかったんですけど、うん、そういう人じゃないので、うんうん、あのもう頼む頼む来てくれみたいなので、はい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 、駆けつけてもらって、ノアさんがエロ、ノアさんのさっきのエロカメラですね、でその後に藤田さんのハロウィン会でノアさん の, あのエロカメラを上回る平井さんの股間カメラを藤田さんが設置して、うん、あったあったあった、そうなんかそれがすごく良かったとなるほど、はい、かつ、うん、ファッションショー自体もやっぱこれキヨピさんが入ってからですけど、これやろうあれやろうっていうのの、あ、めっちゃ面白かったっていうので仕事抜け出したくてめっちゃうずうずしてたみたいですえ、どこから加わったんだっけ、最初からいたのあの時、いやだから太田さんはこの回は不在なんです、不在なんだ、そう、へえ、あ、じゃあうずうず抜けたくてうずうずしてた、で配信を見てたんです、なるほどね、うわー、壊れたんだけど、椅子が壊れた、椅子が壊れた、いや、ひびは入っててんだよ、ここひびは、汗出てきた、おー、びっくりして汗出てきた、何してんすか、そうそうそう、あー、やべえ、今あまりにびっくりして汗出てきた、これとろ台本書いてあるからここにほら書いとらん書いとらん、キヨピ A 驚くA 驚くないまあまあよいしょ、ちょっと、あ、すいません、はい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 まあ、アクシデント我々つきものですからね、つきものですか、いつもの、はい、田園がそわそわし始めたぞ苦笑い、いやすまへんすまへんすまへん、そんな感じのあれですけど、はい、が5位ね、5位、はい、5位でございます、じゃあうずうずしてたか、はい、藤田さんの5位いきましょうか、はあ、いきます、藤田さんの5位はですね、うん、来場者数、車数、はい、3444人、3732コメントいただいて広告900ポイントいただいた回、いつかというと8月4日、ドルルドン、ヘイピコ翌日のオープニング反省トーク会です、イエーイ、これ覚えてますかね皆さん、8月の話ですけど、全然わからん、いつ、あ、京都、京都さんは俺来ないもんね、はい、あ、京都ね、大阪っす、俺大阪？ちゃちゃちゃ、あのヘイピコ大阪、ヘイピコ大阪の会、あの8月3日の日曜日に、うん、あのもうそれこそ平井さんが道頓堀の門座広場ですね、で、ヘイピコやりますと、ヘイピコって何かっていうとプロジェクターで壁に映して、はいはいはい、マンションじゃない、あのお店の壁に映して超でかい画面で、まあ、ストフォー、ウルフォーか、ウルフォーやったり、Xbox One、まだ発売前の Xbox One でKinectで遊んだりしたんですよ。で、それをあの平井さんと、はい、俺も見てたけど、もう雨がすごい。もうね、一切止まなかったんです、雨が。固定カメラがずーっと見てたよ。で、準備から入れると、本番2時間なんですけど、3時間、下手したら3時間半ぐらい、ずっと僕ら雨に濡れたり、ずーっと雨の中やってたんですね。はいはいはい、夏場に。まあ、それで、あのなのに何を思ったか、次の日の8月4日にスーピコやろうっていうことで、誰が言い出したそれ、これはね平井さんっすね、だって僕平井さんと次の日一緒に帰って、そのままここの現場に来てスーピコやったんですけど、これ藤田さんとかもそうなんですよ、で藤田さん風邪ひいてなかった、そう、その日に風邪ひいたんす、で
あの打ち上げも藤田さん途中で抜けるぐらい風やばかった、はいはい、かなりこじらせて、はい、なんですけどその日藤田さんが配信やらなきゃいけなくてで、なんで藤田さんそう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 動画あるやんなんで藤田さんがそうこの回選んだかっていうと教えて教えて頑張りすぎて風邪ひいて、はあ、なのに風邪が悪化したなんか声も出なくて意識もろっとしながらスーピコやりましたっていうこの恨み節やもう本当大変だったからこれにしたいっていうランキングです、ねはい、もうやっぱスタッフならではのね、スタッフならではの5位ですよそうあちゃんとあの今来てましたけど、はあ、藤田君あのよく平井さんが、ねうん、あのどうやねんなみたいな言うじゃないですかしたら藤田さんが絶好調ですってずっと逆にね死んでんのに絶好調です絶好調ですって言ってた回ですねそうなんですよ結局ねお医者さん代とか一切誰も出てないですしもちろんそうですけどもちろんの行って帰って打ち上げして打ち上げでもみんなどこで使って、はいはいはいっていう回が、藤田さんの5位でございますお、はい、じゃあ原田さんの5位お行きたいと思いますお願いします、はい来場者数3100人5325コメント、はあ、で広告400ポイントでですね、はあはあ、なんと8月22配信、はあはいこれは何の回かと言いますと平井さんとキヨピさんの怪談話会です、はあはい、イエイ、 イエーイ多分ね覚えてないと思うんですけどねなんとなく覚えてるよ覚えてますえ覚えてますなんかしたような気する怪談話怪談話いやこれは何の回かっていうと、うん、オープニングトークで、まあ、そもそもお盆終わった後に、うんまあ、ちょっとした怪談話を平井さんが昔あった怖い話してたんですねあの人霊感あるからね、はい、なんか死神の話してたんですよ、はいはい、カマの話ね、はい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 、あってっていうのあったじゃないですか女の子とかの話あのホテルの女の子がどうとかみたいな話してた時にあそう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 この回数この回数おもろいやんこの時点でこれええ顔やんいや俺あのフランケンになったらええと思うこのままそうですね、はあ、このあとキヨピさんも、はあ、あの俺もあるよとはい俺もあるよって話なんですはいはいはい、はい、でこれ何気にキヨピさんがこのあとずっとレギュラーになる前の回なんですへえあそうなんはいなるほど遊びに来たでっていう回です遊びに来たで近所やから遊びに来たで、はいうん、そっからずっとキヨピさん続いてるんです今までへー俺の方が面白かったよそうなんやだってキヨピさんの西新宿のトイレの話やばかったっすもんあーあったあっ た, あった怖い怖いの理由が違う恐怖だったんですよね違う怖いやつな、はい、俺でもねもうあれもっといけたの思ったんや覚えがあるわ食ってきたらよかった一回一回トイレに入って一回食って誰やねん俺と思った回だったなそれキヨピさんのことを怖くなる回になりますよ異次元の恐怖ね、はい、そうそうそうでも本当の話やもんな、はいうん、でなんかまあこれは原田さんから別段コメントいただいてないんですけど、はあ、多分くだらなかったってことですよね原田さんそうっすね話はなんでこいつらゲームのこともゲームしないでずっと怪談話してるんだ確かに確かに、はい、でまあこの今5位までずっと言ってきたんですけど、はい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 、あのツイッターとかであの別途何がちゃんと5位だったかとか、まあ、あとはゲームくんのサイトでも上げれればなと思ってるので途中でもし見られてる方とかはご安心いただければと思いますじゃあこのまま4位いっていきましょうかで行きたいんですけどこのまま太田さん藤田さん原田さん順で行きたいんですけど